今日ガイドさんの志村さんが一緒に行ってくれてたので、いろいろ歩きながらこう予備知識とかっていうのが入ってきたりとかしてたんですけれども、ケーブルカーまで上がっていく駒沢道がなんかちょっと可愛らしいというか、今度ケーブルカーに乗るわけですけれども、後ろ向きに座ってって勧められたので、だんだんこう上がっていくにつれこう景色が開いてくるので、この山に住む神様は一望してこう見守ってるんだなっていう感じにもこうさせられるし、なんかその景色の美しさにもこうちょっとこう魅了されたりとかっていうのもあったりとかして、あとはこう阿夫利神社までこう登っていくんですけれども、そこのまた階段がねちょっとこう80何段あったみたいですけど、そこを登り切った景色がご褒美かなっていうような感じになりましたね。やっぱ地域ごとに伝統芸能っていうのはあるんですよ。ただ地域ごとにやっぱそれが違うんですよね。そこに行かないと着面できないものっていうのが結構あるんですね。だからいろんな地域があって、いろんなその伝統芸能はありますよ。あるし、もう多分耳にタコはできるほど聞いてはいると思うんですけれども、全部が全部違うんですね。一個一個が特別なんですよ。やっぱり自分たちがやっていることの、思い入れっていうのをこうブワッと出してほしいし、そこを訪ねる人たちもすごく興味津々で行ってもらいたいと思います。そうすることによって、やっぱこのコミュニケーションが成り立ったところで、また一つ新しい扉が開かれますし、また一つ生き残れるものがそこで生まれるわけなので、今回やってて舞台の上立って皆さんとこう投げかけたものっていうのは返ってくるので、非常にあったかい。なのでやってる方もすごくテンション上がりますし、なんか そこを今日皆さんとこう共有できて本当良かったなって、率直な意見ですけども思いました。邦楽囃子の演奏家望月秀幸と申します。どうぞよろしくお願いします。伝統芸能っていろんなジャンルがあると思うんですけど、僕たちが演奏している、歌舞伎音楽ですね、日本舞踊だとか長唄だとかお囃子だとか、そういったものも伝統芸能の一つですね。ただあまりにも伝統芸能というふうにくくりをしすぎてしまうと、ちょっと敷居が高くなってしまうっていうところがあるので、僕たちはあんまり伝統芸能として区別しないで、一つのエンターテインメントだと思って楽しんでいただきたいというふうに思って普段やっています。日本舞踊家の藤間直蔵です。よろしくお願いいたします。日本舞踊っていうものはもともとは歌舞伎から派生して独立してというような形なんですけれども、今やっぱり現代の感覚っていうのを常にこう捉えて、それを取り入れて様々な表現に挑戦しているっていうところが日本舞踊にあると思うので、そういう意味ではもう現代のエンターテインメントだと僕は思っています。日本舞踊の魅力っていうのは、我々の体を通してその時代にタイムスリップしていただけることだと思うので、本当にいろんなものになりますし、時には山になり川になり風になり、そんなこともありながら、時には心情を表し物になったり動物になったりとか、さまざまな表現がある中で、そういった日本の昔の感覚っていうのをどこかに感じていただければなと。大山で伝統芸能を披露させていただけることになったってことを聞いた時には、本当にこう僕としてはすごいちょっと興奮を覚えたんですけど、それはやっぱり日本のいい場所で、僕たちが大好きでそれに魅了されているいいもの、いい伝統芸能を見せるチャンスをもらえたなっていうことがすごく嬉しいことで、コラボできたらそれはいいものになるんじゃないかな、素晴らしいものをお客様に見ていただけるんではないかなと、そういう期待を持